はい、どうもです。おやじの晩ご飯の時間です。チキン、カリーでいただきたいと思います。チキン綺麗よかったな。いただきます。ご飯炊きたてだから、そう、ちょっとシャバシャバ系になっちゃったな。思ったより美味しいわ。最近ちょっとね、いろいろお試しメニュー作ってて、カレーのルーってわりかしいろんな美味しさが出てるじゃないですか。ワインとかオニオンとか、まあ野菜管理のうまみとかね。なんでもう野菜入れなくてもうまいんじゃねえのっていう、そういうことを考えまして、まあチキンを焼きましてね、でまあチキンからもチキンの美味しい油が出たりするんで、まあそういうのを引き出して、でお水だけ入れて、でちょっと高級なね、あの美味しいカレーのルーをそこに入れまして、で煮ました。もう野菜とかなしでね。でそれをご飯にかけました。もうそれで十分美味しいんじゃないかなと思って、まあ、結果というか言うとね、美味しいです。全然食べられますね。よいしょ。ただやっぱり野菜入れた方がいろいろな深みは出ると思います。実際なんか若いなっていう感じ、味がね。国産。弾力あっておいしい。皮目をね、強めで焼いて、ひっくり返して弱火でゆっくり焼いてるんで、とってもジューシーで柔らかいです。美味しい。結構チキンの脂でこってり感がある。これはこれで全然できる。一かけら使ってね、お水を150ぐらいか、
これありだな、簡単一日カレはい、ということでね、今日は簡単チキンカレーいただきました。ご飯は炊きたて。まあ、先ほど言ったんですけど、まあ、チキンね、塩コショウして皮目をね、思いっきり強火でちょっと焼き目つくぐらいまで焼きました。で、ひっくり返して、まあ、弱火でね、じっくり火を入れます。そうするとね、柔らかくジューシーに焼けますの で、 でその後、まあ 150g のお水を入れまして、今回私大好きのねレトルトカレーじゃないディナーカレー、こちらのルーをね一かけ入れました。でしばらく煮込んでるとね、水分もこう飛んでてとろみも出てくるんで、まあ、いくらかシャバシャバ系ではあったんですけど、しっかり味も入ってチキンの油のねコクとうまみ入ってとても美味しく仕上がりました。もちろんね野菜ちょっと入れたりするともうちょっと美味しくなるんで改良の余地もちろんあるんですけど、ただ簡単に美味しくできるって意味ではね大成功だった簡単カレー、簡単チキンカレーでございました。ということでね、ご視聴の方ありがとうございました。いつも親父の食卓へ足を運んでいただきありがとうございます。それではまた、ごきげんよう。うまい。